ようこそお参りくださいました。今日はですね、神主の呼び方いろいろについて少しお話をさせていただきます。神社にもですね、電話がございまして、たまにですね、営業の、セールスのですね、電話がかかってきます。その時ですね、相手側からご住職いらっしゃいますかと尋ねられますが、もちろんですね、いませんときっぱりとお答えいたします。神主のですね、呼び方についてはいろいろございます。以前にもですね、神主の呼び方について、お話をさせていただきましたが、本日は、さらにですね、ちょっともう少し詳しくお話をさせていただきます。このチャンネルではですね、神主と、よく言っておりますが、他にもですね、いろんな呼び方がございます。皆さんどんな呼び方をご存知でしょうか。まずですね、神主の呼び方について、ちょっとおさらいをさせていただきます。最初に神主という呼び方、これもですね、一つの呼び方の一つでございます。ですがこれはですね、正式な呼び方では、現在使われておりません。どちらかというと警察官をおまわりさんというような感じですかね。俗称といいますか、愛称といいますか、それに親しみやすい呼び方の一つかと思います。職業欄にですね、我々が書くとしたらですね、神職と書きます。正式な場で、職業を書くときは神職と書きます。次に、よく聞く呼び方といたしましては、宮司、ネギという呼び方ではないでしょうか。この呼び方はですね、役職の名前です。役職名なんです。会社でいうところのですね、社長さんですとか部長さん、それと同じように役職の呼び方なんです。多くの神社で置かれているこの神主の役職、上から言いますと、宮司、ネギ、ゴンネギ、出資というのが、一般的な役職かと思います。宮司というのは、その神社の代表、宗教法人の代表でありまして、祭祀、神事を司る、最高責任者に当たる人です。次にネギというのが、宮司の補佐的な役割がございます。会社で言えば、部長とかそういった役職に近いですかね。その次のゴンネギというのが、ネギの補佐的な、立場にありまして、会社で言えば、一般社員に当たるかと思います。そして、出資というのが、見習い期間にある方を指します。会社で言えば、新入社員ですとか、研修中、研修生に当たる立場かと思います。さらに、神社によってはですね、大きな神社では、宮司の下の役職にですね、ゴングージという役職がございます。これは会社でいうところの副社長にあたる役職でしょうか。また出資というのもですね、神社によってはですね、違う呼び方もございます。主典という呼び方もございます。さらに伊勢の神宮など限られた神社では、九条という役職もございます。あと伊勢の神宮にはですね、宮司という役職はございません。宮司という役職はございませんが、小宮司、大宮司という役職がございます。その他にもですね、厳密に言えば、神社の神主ではないかと思いますが、宮中、皇居の中にですね、宮中三殿という建物がございます。この宮中三殿では、天照大神様、皇室のご祖先にあたる神様をはじめ、八百万の神々をお祭りする御殿がございます。その宮中三殿で奉仕をなさる方々、男性はですね、小天職と呼びまして、さらに宮中三殿のおそばで、24時間、365日、24時間、おそばでご奉仕をなさる女性を内小天と呼びます。神社でいうところの、神職や巫女さんをイメージしていただければ、想像しやすいことを思いますが、ちょっとこれも厳密には違うんです。なので、ちょっと余談的に覚えていただければよろしいかと思います。現在、神主の呼び方として、
まあ、使われているのが、まあ、神主、神職、そして役職名ですよね。宮司、ネギ、ゴンネギなどの役職名が用いられております。そして、まあ、今は使われてはいないのですが、まあ、昔使われてた呼び方で、まあ、呼ばれることも、まあ、よくあります。例えば、車掌さんですとか、まあ、太夫さんとか、そういった呼び方で呼ばれることもございます。あと、神官と呼ばれることもあります。この神官というのはですね、昔の伊勢の神宮で、まあ、祭祀に従事をする職員を指す言葉でございます。その他にも神職に限らないのですが、まあ、祭祀、神事に従事をする人のですね、まあ、呼び方、昔の呼び方というもの、たくさんございます。ちょっと一部ですが、紹介をさせていただきます。カンペを見ながら紹介させていただきます。たくさんあるので、ちょっと覚えきれません。順番にですね、国の宮津子、羽振、神宮寺、観音さ、宮寺、宮の神、関都の森、都寺、棚森、預かり、行事、辞任、神楽男、そして巫女などございます。このように、まあ、多種多様の名称がございます。まあ、巫女さんは今でも使われておりますがね。あとですね、声は違うぞというのもあります。まあ、代表的なのは、お坊さんですとか、僧侶、住職。これはお寺の方ですよね。お分かりかと思います。あと、陰陽師というのもですね、声も違います。全く違いますので、陰陽師と呼ばれてもですね、お答えできませんので、違います。まあ、このようにたくさん呼び方がございますが、まあ、実際にどう呼んだらいいのかと言いますと、神主さんですとか、神職さんと呼んでいただければよろしいかと思います。役職名で呼ぶとですね、外からではわからないです。見た目では役職はわからないかと思います。なので、まあ、宮司さん、宮司さんと呼んだらですね、まあ、実はゴンネギさんだったり、まあ、そういったこともあるかもしれません。まあ、それで、宮司さんと呼ばれて、はーいとですね、返事をしたら、あれ、君はいつから宮司になったんだいと、まあ、後で身内から言われることもあるかもしれません。また反対にですね、まあ、若いからネギさんですとか、ゴンネギさんかなと思ったら、まあ、実は宮司さんという場合もあります。私も、まあ、これでもですね、宮司でございます。これでも。なので、役職名でですね、まあ、呼ぶ必要はないかと思います。まあ、神主さん、神職さんと気軽に呼んでいただければ、間違いはないかと思います。